しおはようございます。はい、ジャングル牛です。どうも。さあ本日ですね、ジャングル牛大船渡の方にやってまいりまして、以前ですね、私ジャングル牛が船釣りに行きまして、グロッキー状態で船酔いして終わるという動画がありました。今回はそのリベンジに大船渡までやってきました。メンバーは前回同様、あの2人に今回はプラス1人、また若い男性陣が加わりまして4人で行きたいと思いますが、しかしちょっと船の調子が良くないということでですね、ワンちゃん今日船釣りできない可能性がこの大船渡に来て発覚しました。なので、まず最初は防波堤から、釣りを始め、稲田そしてカンパチといるそうなんで、最近この釣り竿がね非常に大活躍しておりますので、今日も成果を発揮してくれると思っております。勝手に出してどのようなお魚さん釣れるか、早速、釣りの方を開始したいと思います。それでは VTR の方に、さあ投げれるか。あ、ちゃんと立ってなかった。投げる。どこ行った。あ、そこ。皆さん、超絶引っかかりです。はい、超絶、今回は取れない。取れました。切れたって。切れた、切っただけだよ、ほら。ミスター上田、ミスター上田、カワハギを釣りました。さすが上田さん。あ、これ、あの、お釣り物ができるんじゃん。え、すごい。カワヒタ逃がしてあげようよ。リリース。ちょっと俺、場所変えよう、こっちにしよう。釣れない時はね、これ流れを変えない。もうちょいこっちや。魚影見えてきた。はい。そしてドクターニクラッシュ、チャンネル登録よろしくお願いします。